牧野地下主は、江戸時代前期の大名。下佐国籍宿藩二代藩主、丹後国田辺藩初代藩主。江戸幕府京都諸子代。丹後田辺藩牧野家二代。慶長十二年、旗本、牧野信成の次男として生まれる。兄久右衛門の創生により、志士となった。父から独立した旗本として取り立てられ、幼少期から二代将軍。 徳川秀忠の故障役などを務めた。官営10年1月に全番に、8月に勝頭に、任じられて、カ佐国高根村に宣告を与えられた。官営19年3月に、諸院番頭、官営21年3月に4 0国を、加造、さらに父の丘陵である武蔵国足立軍石戸宣告を、加造され、5 0国の大見旗元となった。 昭法4年11月26日、父が病により隠居したため、関屋土藩二大藩主となる。女王2年9月、久世博之や土屋和直らと共に四大将軍、家綱の蕎麦衆として幕政に参与する。女王3年に辞職した、板倉主家宗の公認の京都諸子代に任じられ、河内国内で一万国を数をされた。明暦二年八月五日には、 京都書次第であるという都合上、書領を河内、摂津国内に違法された。漢文8年5月、摂津、河内国内から丹後田辺に違法された。反省では、家臣団の整理や、反省の基礎がために専念している。遠方元年9月29日、家徳を弟の不正に譲って隠居する。その後、提発して明山と合した。 遠方5年9月23日に死去、去年71、ありがとうございます。